書です見ればわかるやんね、書ですわ、さすがに。あ、3日間なら、私ね、ちょっと美容皮膚科行って、お肌の施術受けてみたい、美容お肌の。美容のお肌の施術受けてみたい。ナイトプールで筋トレはご褒美じゃんね、うん、綺麗な字の書ですね、ありがとうございます、 Thank you。 なんかお肌の表面をに針刺してなんかみたいな、ダウンタイム、やばい危ない、ダウンタウンって言っちゃうかと思った。ダウンタイムのことダウンタウンって言うと、ダウンタウンがある施術があってみたいな、えってなるよねダウンタイムがあるお肌の施術があるから、そういうのしたい、リアルにそれするかも。ナルト最近見始めたけど、終わるまでいつまでかかるやろ。1日1話のペースでもさ、何話あんだ、300万、もちろん300万話はやばいね300万話はやばい、300話とかあったら、うん、やばい、笑ってはいけないが始まっちゃうね。でもリアルにしたいかもそれ。あー、サウナ行って整う、あり、ありです、痛くなってきた。さとしさんありがとう。でもオフの使い方私上手じゃないからな、一生寝てる。サウナ行ったことある、ほくろとかシミレーザーで撮りたい、わかる。足つぼマッサージない。3月はヘッドスパー誕生日付きだからお得だよって教えてもらったのに行けませんでした。整体とか行きたいよね。顔面に針刺してお灸したらね、なんか整いそう、整うようなことしてみたい。なんか体が整うようなことしたい。カズさんペカペカありがとう。ほの湯行きたい、ほの湯。日々充実してることの裏返し。ありがたい。ヘッドスーパー行ったことない。どんな感じだった？なんかね、柔らかい、優しくね、こうマッサージしていただけるよ。あー、行ったことない水族館行きたい。リアルに本当に。配信見てたら3日間すぐ終わりそう。ほんとそうだよ。私もあっという間。自動車学校通いたいかも。じゃあ1ヶ月、はい、もうあなたはお仕事をしなくていいですみたいな。でも生活費は支給されますみたいな。で、なんなら娯楽費もこのお金でなんか好きなことやっていいです。じゃあ100万円もらえます。自動車学校通う？ねえ、そんなさ、すごい、何？簡単じゃない。ボテさんハートありがとう。こんな都合のいいことはないけど。はい、じゃあ1ヶ月あなたは働かないでください。はい、働かないでください。でも生活費はあげます。なんなら娯楽費もあげます。そしてこの100万円で何かして全部使ってください。1ヶ月の間にこの100万円全部使ってください。はマサさんハートありがとう。でもこの1ヶ月が終わったら普通の日々が戻ります。普通に働いていただきます。でもこの100万円を請求することはありませんみたいな。タワー祭り怖っ。本当に怖い。そうそうそう、ありがとう。
超吉さんピカピカありがとう。自動車学校2週間朝から晩びっしり教習受けたら取れる。マジ？アンパンの日1ヶ月100万円え？何に使うの？サンサンサンハートリオ100万円分大食いやば。どうなるん？太るよ。馬車馬のように働いてください。馬車馬です。話し会につぎ込むって？お宅の鏡やな。1ヶ月間ボイスレッスンとダンスレッスン。え、いいと思った。え、何に使うの？うん、え、ちょっといいと思った。海外に学び行きたいな。銀座なら一晩で使い切れる。普段行けないお寿司屋さんでまず初めてのその1日は100万円、1ヶ月100万円生活の初めの1日はまずお高いお寿司で1万円。旅行したいじゃん。そうなると金額きつい。足りないってこと？いいね、カメラやっぱ高級寿司。はい、で1日目は、うん、お寿司で、うん、ザギンでシースーね。じゃあ2日目、なんだろうな。出ちゃった。ガチで 1ヶ月100万円生活。韓国旅行。じゃあ紙に書こうや。夢しかないじゃん。空想のヘリコプター移動。え、韓国旅行って何万円ぐらい飛ぶん？移動とホテルとかで。マジ空想してるの、マジ一番楽しいよね。ハヤトさん、ハー君ピカピカありがとう。空想の1ヶ月1万円生活。夏のりさんピカピカありがとう。あ、意外と安いの。はい、漢字苦手すぎるでしょ。2泊3日で4万。あー、マジ？じゃあもうお寿司から韓国7万円あったらいいところで行け。マジで？いい生活長くするとその生活が忘れられなくなるから一気に使うよ。じゃあ4万円で行くわ。2泊3日ね。2、3、4、5。韓国旅行。ありがとう、見てくれて。可愛かった。
したいよ。なんかあのお肌注射したい。お肌注射なんならちょっとプチ、ちょっと顔が変わるかもわからん。ニックさんありがとう。もしかしたら私顔が変わってるかもしれない。プチどころじゃないかも。ツーンってなってるかも。のべさんありがとう。5万円分の美容医療、新しい顔よ。ボーン。ボトファセーフ、ボトックス良き。ってカラスさんありがとう。僕の顔ありがとう。ワクワク。絶対しないのに。じゃあでも肌治療多分2万円ぐらいとかじゃないの。ポッテンツァとかしたい。水光注射とか。やばい。でももうこれで5万円は飛んでるもん。早すぎるって。美容医療ね。でもリアルに私韓国で美容医療の施術受けてみたい。マスノリさんありがとう。誰？ M バキって。じゃあ美容医療2万円ね。そう、お肌食事食事もテロップも入れたらいろんな人が1ヶ月100万円生活の空想クソうのってさ。サバタの猫ちピカピカありがとう。やばいね、このタイトルめっちゃいいね。食事はもう3万円ぐらい飛ぶんじゃない。1日1万円使っちゃうかも。朝昼晩2万円とかやっちゃった。異世界転生ものみたいなタイトルっけ。まずさ、おやつさん投げちょして。ヤマピーさんピカピカありがとう。そう、え、美容用品のお土産、そう買ったの。そうなの。そしたら2万円とりあえずなんか化粧水とかなんかそういうの、2万円ぐらい。やっとケチってみた。本当は3万円分ぐらい買いたかった。待って、4、5、6、7、8、9、10、11、もう11万、やばい、16万円取っちゃった。早すぎる。2日じゃないか、5日でもう16万円。やばい。インゴ808さん誰もありがとうね。パックとかもやばい。いけた。6日目は多分休憩したいんですよ。休みたい。初日で使い切ってるやんだね。高級寿司だけ関数字になってる。確かにここはちょっとあの高貴な場所がだからね。渡辺さんありがとう。誰も1日2万は使える。まだいける。ムービングさんハートありがとう。
で多分お金を私ちょっと多分韓国で疲れちゃったってなると思うんですよ。だから6日目はお休みです。6日目はムービックさんありがとう、808さんハートありがとう、10万円だショールームの10万円ギフト10連、100万円、そしたらねミツルハートありがとう、家でウーバーイーツ、そうね、家でアサイーボールウーバーイーツ、まあね多分だけど、でも2000円ぐらいかかる気がするんだよね多分だけど、しかも韓国で3日間爆食いしてるから、多分本当にお腹いっぱいすぎていらないってなると思うから、アサイーボール2000円で、はい、やばい超楽しいやばい妄想だけでこんな喜んでるのすごいかもしれない。8083ハートありがとう。でこの日はちょっともうお家のなんか娯楽、とりあえずめっちゃ寝る、めっちゃ寝るから、ココイチのカレー全トッピングはどう。7日目はココイチのカレー全トッピングしようや。韓国わかんないよ、4万円でいけるのか知らないけど、私マジ浅はかでしょ、こんなんでよう楽しめるって。ムービングさんありがとう。えココイチ全部乗せ値段、辛さどうする、えちょっと何円かかるん。1911円、1913円だって。キサッシさんだるまありがとう。4万円なら行きたくなってきたよね、わかる。1万じゃ1000円ですね。そんな食費ばっかりじゃん、ここ食費じゃん。今合計いくらかな、1 5 10 12、ん12 13万3000円、まだまだ無理なんだけど。X 風さんピカピカありがとう、渡辺さんハートありがとう。新しい服でも買いに行きましょうか。じゃあそうしますか。確かに韓国でお洋服買ってないもんね。えじゃあパルコ、ここからここまで全部服ください。おっととさんかわいい、ありがとう。後半足りなくなってココイチ消しそう、の優先度を引く。じゃあ8日目はお洋服を買いに行きます。お洋服買っとかないとね、財産だから。じゃあどうする、どうする、高級店の何円ぐらいかかるのかな、どこで買う。
じゃダメよ。パルコじゃダメ。でもここでさ、ハイブランドのお洋服買ったらさ、一気に溶けちゃうよ。一気になくなっちゃうよ。ザラあたりで爆買いするしかない。え、何円ぐらい使えるのかな。表参道でやばいよ、すぐなくなっちゃうよ。一気に使う、だって今だ 1ヶ月残ってるんだもん。パーキンザラだったらパルコね。顔違って空港止められるから。タカさんピカピカありがとう。ラフォーレ原宿とか行きたい。何円分ぐらい買う。3万、5万円。お洋服はいくらあってもいいもんね。5万円。表参道の100万一瞬で溶け、怖いよ。5万円ぐらいあれば結構いいコーデできるよね。オッケー、やばーい、使っちゃったー。人生ゲームみたい。面白い。え、私が東京におるんだったら下北沢の古着屋さん行くよ。やばい、使っちゃったとか言ってるけどさ、全然使ってすらないのにそれで喜べてるの、やばい。人生ゲームじゃんこれ。谷尾さんピカピカありがとう。ひまわり29さんバラありがとう。この企画めっちゃ楽しいじゃん。ニックさんありがとう。クッキーしっかり考え出すと割と調整が必要なことが分かる。100万円生活それな。じゃあ9日目は渡辺さんありがとう。おやっきーさんピカピカありがとう。このお洋服を着て来て、いつか番組企画やるの？もっと倍とかかかるんじゃない？このお洋服着てお出かけしたい。どこ行こう？さとしさん。じゃあ東京旅行行くわ。このお洋服を着て東京旅行します。いや東京で服買えや。それならもう東京旅行します。往復4万だね。何、往復ってどんな字だっけ。下北沢でさらに古着買おう。確かに9日目だからそろそろ運動しないと。ピラティスじゃん。 ありがとう感じ。あ、両方あるんだね。に行人弁だったんだ。東京じゃあ、え、北海道とかの方が旅行いいか。ちょっぺ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 。北海道にする。え、なら沖縄か。いや北海道行ったことないから北海道にする。でもいいなぁ。リアルにどこ旅行行こう。京都でもいいなぁ。東京経由で、今東京旅行消したもん。だからじゃあ北海道にする。韓国で服買ったらよかったね。確かに。ムービングさんありがとう。確かに帰国小樽ゴールデンカムイ。そうなんよ。いや急に桃鉄入ってきた。どうしよう、どこ行く。じゃあ北海道にしよう。この企画超楽しい。確かに越後も会いに新潟もあり。北海道にするね。
こ何円ぐらいで行けるの？広島から北海道飛行機値段早じゃあアナで行くね。一番上に出てきたから。じゃあまあ4月のまあなんか14とかで行くわ。10日後で10日後私たちのこの1ヶ月100万円生活10日後です。え、満席なんだけど。プレミアムクラスは普通席も満席なんだけど。困ったな。じゃあ5月の1日からに。宿泊費もやば。北海道何泊何日にする？料金まで調べる本気度えぐいね。808さんピカピカありがとう。え、そうだよね。絶対初夏の北海道真剣にやればやるほど超楽しいよね。プレミアムクラスで出発前のラウンジ。じゃあ北海道はまあ2泊3日にしましょう。千歳にするね。じゃあ千歳空港で5月1から5月10日後は公演ある。めっちゃおもろい。現実はめっちゃむずい。2泊3日だよね。4泊5日も北海道4泊は欲しい。何するの？わかんない。私北海道ですること知らないもん。とりあえず2泊3日にしようよ。5月なんか勝手に6から8になったけ。なんぼですか？お？ん？何円とも書いてないですね。あれ7万1000円とはどうしたものかね。あ、でもそんなもん？韓国旅行より高いやん。あ、5万6000円ビショップンさんありがとう。10万円6万4000円アナクラウンプラザホテル札幌。6月は安い。あ、そうなんだ。ゴールデンウィークやからか。あ、アパホテル&リゾートは札幌は5万2600円ですよ。どうする？アパホテルでもいいなら全然泊まれたら。でも私結構そのちょっと考えちゃうからな。アパホテルでも大浴場露天風呂完備なら全然許せる。ボテさん、ハチスラハチさん、ムービングさん、小人さんありがとうです。ペカペカ。だってあれだよ、6月とかに少しずらしてみる。オッケー。ねえ、しっかり考えてる私ら。おもろ。ママから連絡が来た。赤いサイロ買ってきてってガチで行こうとしてるやん。おもろ。ママも参加してるんだけど。じゃあ6月6から6月7、6月8で行きましょう。ママから赤いサイロ買ってきて。ママも参加してるやん。オッケー、お願い。安いであれ。おお、京王、京王プレリアホテル札幌6万1600円。ママも参加してるやん。最初の、胸谷峰に行きましょう。はい。赤いサイロ。白いブラックサンダー、わかりました。あ、て、相鉄フレッサイン札幌すすきの5万1900円。お安くなってるぞ。どうした12万円のホテル。19万円。え、あのクラウンプラザホテル札幌19万円なんだけど。怖すぎる。アパホテル&リゾート5万1000。強いて。じゃあ一押しってところで
まあ、5万1900円でいきますね。何これ、 リアルに考えてんのガチおもろいじゃん。宗谷岬って言うんだね。オッケー、心配なのはこの1ヶ月メールとか SNS をしてもらえるのかな。ウケる。え、19万ボタンの角度怖いよ急に。これあの PP カツの旅じゃないから、空想の1ヶ月100万円生活だから。そんな美瑛行ってほしい。何何、じゃあ何するか決めよう。北海道で海鮮丼食べる1200円とか。なめてる。何2000円とか。 3K は欲しい。わかった、3000円課金。ジンギスカン OK。 ロッピーさんハートありがとう。ジンギスカン、何円？ジンギスカンって何円ぐらい？スープカレーも OK？ はちずろはちさん、誰もありがとう。北海道ジンギスカン。ジンギスカン5000円、オッケー。スープカレーは？札幌ラーメン食べたいね。めっちゃ楽しいじゃん、この企画。エスカロップわかんない。ウニ丼、え、私でもウニあんまないよな。200じゃ食べきれないよ。5000円やったらいける？何、札幌ラーメン1000円でいける？札幌味噌ね、味噌。レンタカー借りて小樽？やばい、私持ってないけど免許。カニ2万円タコビトさんピカピカありがとう。じゃあご飯はこの4つにするね。確かにそんな食べれないもんね。スープカレーいくら？2000円。勝手に考えちゃくよ、もう2000円ね。札幌ラーメン1000円ね。勝手にもう考えてるからね。え、今県民賞やってんの？スープから2000円でラッシーつく。よし、オッケー。パフェもうちょっといいわ。もうご飯へ。あ、ちょっとだってもうなんかもう食べてるしかないよ。他何するの？北海道って何？旭川動物園。北海道観光、何観光、何する？ママのお土産、ママの赤いサイロね。やばいじゃん、超楽しみになってきたって。え、でもどっちかって言ったら私さ、あれがしたいんだよね。水族館行きたい。札幌雪まつりはガチ楽しいじゃんこれ。はい、嘘だよギフトに。確かにマジぴったりじゃん。ほらマジもう9日目だから、9日から9、10、11、11日目までだから、もう11日目まで考え。小樽水族館雪まつりもう終わったか。なんか雪系多いね。ワカサギ釣りは？
6月ね、ガチで6月に行こうとしてんの、おもろいって。雪はさすがに降ってないか。うーん、函館五稜郭を見る。あ、これいいな。ねえママがもうお金まで調べた。8個入り1704円、いける。2箱かい。分かった。ママ大好きやん、赤いサイロ。2箱ね、1704円だから300100何円だ、1704円かける2、300408 3408。オッケー、ママが一番楽しんでるじゃんこの企画。フォーユーさんレインボースターありがとう。え、ゴールデンカムイの重要ポイント、五稜郭、ホタルのルタオのドゥーブロフロマージュ食べたいよママ。パスタや。あ、ねえそれなんて読む、なんちゃらラベンダー、これのメロン味のグミ食べた。函館無理だって。函館、あ、五稜郭タワー入場チケット1000円、五稜郭タワーじゃ行くわ。何この企画、超楽しいじゃん。フラのラベンダー、どんなカムイに出てくるの、見るしかない。芝桜公園行きたいね。いや楽しすぎるじゃんこんなん。あ、フラのラベンダー、お、旭川動物園と旭川動物園フラの、なんか知らんけど北海道日帰りツアーに参加しとく。わかる、なんかウキウキしてくるよね。函館山登らなきゃ。フラのは7月下旬がおすすめ。もう6月に行く予定なんだけど。6月の1ヶ月100万円生活なんだけど。小人さんピカピカありがとう。旭山動物園か。とりあえず北海道日帰りツアーの9900円に参加するね。ね、もう字がすっげえ汚くなってきた。何、青い池、三重白銀。何これ、誰か言ってた、三重白銀。よう知らんけどとりあえず一直はこれに。もう投げやりじゃん。はい、9900円ね。はい、美瑛以下。妄想でこんな計画してんの。1万円切ったぞ。さっき10万円とか言ってたのに。マジで？ホタテはねもう食べなくていいかな。もう食べすぎてホタテもそんなかもしれん。行きたくなってきた。それな、旭川の旭山動物。あ、そうなんだ。じゃあこれでいきます。北海道は。え、あとは大丈夫？現状でいくらになった、やばいね。北海道で何円使ったんだ。北海道旅やばいかも。まず移動ホテルで5万1900円ね。旅
多数、何この企画超楽しいじゃん。3000円ねの海鮮丼多数、5000円のジンギスカン多数、スープカレー2000円でしょ、で味噌、札幌味噌ラーメン1000円で、ママのお土産の赤いサイロ2箱3408円で、五稜郭タワーの入場料1000円ねで、北海道日帰りツアー旭山動物園フラノのやつで、美瑛白花銀青池のやつが9900円ね。はい、北海道タワー7208円でございます。やばいって、ソラナルさんピカピカありがとう。とりあえずカムイね、とりあえず五稜郭タワーでカムイね。やばいって7702万円。やばいって、ちょっとやばいかも。2泊3日で7208円、77208円も使っちゃってる、やばい。これプラス5 10 12 17 18.3 18万3000円だよ。もうやばいって。もう26万円使ってる。やばい。11日目にして26万208円使ってます。でももう私やりたいことし尽くしたかもしれない。もういいかも、もう使わなくていいかも、もういいかもしれない、もういいかも。待って、大丈夫、40万切ってからが大勝負。なんでだよ。もう12日目はパチンコ頑張って50万円を150万円にする。小人さんピカピカありがとう。1ヶ月30日ぐらいた、まあ足りるか、確かにね、まだ使える。もうお腹いっぱいだわ、この旅もうお腹いっぱいだって。リサーチャーさんありがとう。誰も、え、ピンクのネイリかわいいね。あと19日で74万円使えるだと。競馬行きます、もう競馬、競馬で50万円を300万円にするわ。リノロフィーさん、ミキヤ君ハートありがとう。いや、もうお腹いっぱいだ、もうこれ以上 お金は使えません。もうもう疲れました、私この妄想旅。もうなんかもういい、お腹いっぱい。アキピーさん、レインボースターありがとう。やばいな、50万円が5万円になるの悲しい。万栄競馬っていう競馬だ今。じゃあ次12日目何する。とりあえず広島に帰ってきました。12日目、一旦休憩しよう。競馬ゴールデンカビ出てくる、マジでいっぱい出てくるじゃん。12日目、休憩何する。一回かき氷、そうだね、氷や雪帽子、氷や雪帽子1500円。何、お休みにする。使い切れないよ100万円。ボディケアに20万円くらいかけたら、脂肪吸引してみる。うん、行きつけだから値段が。12日目お休み。平成天狗さんピカピカありがとう。1500円、やばいなあ。一回帰省してママにお土産渡しに行かないと。確かに実家帰るか。8083ありがとう。渡辺さんありがとう。レインボースター、実家帰ったら何円も使わないじゃん。実家帰ったらはま寿司
行くしかないもん。姫さんありがとう。送るね、うん、とりあえず送った。お土産は送るね。そうね、お土産は送ります。一旦リノロフィーさんありがとう。もう疲れた。1ヶ月100万円生活はちょっと、1ヶ月100万円生活疲れちゃったかも。もうとりあえず疲れたから12日目お休みで、氷や雪帽子で1500円ね。北海道で確かに、まあ、海鮮丼食べたから3000円ね。3000円の海鮮丼これだから。一回銭湯ね。ほの湯、ほの湯行く。ほの湯行こう、この日。ほの湯何円？この湯いくら？金額880円。もう1ヶ月100万円生活できないよ。はい、もう庶民。この湯ね、880円。確かにグッズ爆買いはいいかも。確かに美容院行くか。13日目はじゃあ、おやっきーさんピカピカありがとう。ちょっともう疲れちゃったかも。もう疲れちゃったかも。もうなんかもうブランド物のバッグ買ってもう3日ぐらいもうお金使わないでいいよ。5時間100万円悩み。1ヶ月で100万円使えない。使えないよ。とりあえずじゃあいつもの美容院予約する？激高の方にする？激高なら2万5千円とかな気がする。3万円とかな気がする。いい？そこ行ってもいい？じゃあ13日目、13日目はそこで、あの髪質改善受けていい？激高美容院で3万円使っていいですか？オッケー。髪の毛サラサラね。加藤さんありがとう。じゃあネイルも行きます。1万円ね。で、私まつげパーマしたことないけど、もうこれを機にします。この100万円生活でします。まつげパーマ1万円ね。はい、もうここでもう5万円使いました。はい、ほらもうネイル、手と足にやろう。ジェルネイルにしよう。1日3万3000円とか使えないよ。着物買ったらいけるかも。さすがにそろそろプチもして、そしたらもう何する？もう10万円とかいっちゃうんじゃないの？そうそう、ピカピカ。じゃあ14日目は、じゃあ14日目はピラティスに行きましょう。ピラティス、パーソナルトレーニング、エステにしましょう。わかんないよ、私ピラティスが何円なのか。1万円にしよう。もうこれはすんげートレーナーさんだから。ピラティス、そう、美意識デーにする。リノロフィーさんありがとう。ピラティス、パーソナルトレーニング、パーソナルジムね。もう1万円払うから、もう、はい。で、エステ、もうエステも勝手に2万円とかにしとくわ。はい、やばいって。ここめっちゃ美容で、もう
この日の食費とかはほぼゼロ。家でもなんかありったけの何か食べるわ。はい、移動費もゼロ、歩いていきます。エステとかこまめに入れといた方が効果高いかも。もうでも2週間いたよ、あと折り返し地点だよ、折り返し地点。もうさ、海外行く？海外ハワイとか行っとくもん。猿渡国光さんありがとう。ケンタッキーさん、ありとけの食料をかき集め、トゥルトゥトゥル。ママがダイヤモンドプリンセス号のクルーズツアーだって。マジ？確かに美容で、美容代って結構高いんや。もうガンツー行っとく？神戸の一泊なんか50万円とか。ママがクルーズツアーに行きなさいって。8083ありがとう。服を買いに再度韓国行く。ダイヤモンドプリンセス号乗りますか。うーん、何万円なのこの子。10万円、一気にやっちゃう。一人旅ってところ、これ一人だからね。ほんと？そこそこ使える？待って、3万、5万、9万円も使うのね、ここで。あー、かけちゃダメ。26万208円使ってて、足す9万足す1500足す880。あ、もうなんかもうプリ、ママから連絡来た。11日間16万7千円から47万8千円だって。もう11日間そこに行くか。もう11日間もうそこで失踪するかも。お金もうとりあえずもう使って、船の上で、でもそれでいっか。投げやりになるな、貴重な1ヶ月100万円生活。なんでこんな私真剣に考えてるの、すごくない？なんでこんな真剣に考えられるの。26万208円ほんと、もうマジ貴族じゃん。もういいよ、もうもうお金そんなにも使いたいならもう使っ、もうどうぞどうぞ取ってってください。もうそんな気分になってきたもん今ね。35万2588円折り返しで、まだ35万なんだけど。みんな手抜きしてない、それな。ジェリーさんハートありがとう。はあ、もう無理だって、もう使えないって。もうこの時点で35万。ねえどうする、じゃあ海外行くか。もうパリ行く、パリ、フランス行こう。もう時刻表で架空の旅とかしてたの思い出す。みんな通る道ですか。ヒデさんピカピカありがとう。もう疲れた、お金使うの。もう疲れてたよ。そんなにお金使わないといけないんだったらもう、はい、もう取っててください。まだ6割、難しいよ。とりあえずじゃあ何する。でもフランスで何したらいいか分かんない。何？フランスで何するの？
もうダイヤモンドプリンセス号乗るしかない。でもママがこれに乗りなさいって言ってるんだから乗りたい。でも11日間、だから25日まででしょ。お、本州一周クルーズか。韓国、沖縄、台湾いいかも。これにしよう。みょう、うるさ。沖縄台湾リゾートクルーズ10日間いいじゃん。でもね、横浜発って書いてる。これじゃろ。もっとない。沖縄台湾いいな。6月22日だよ、ちょうどいい。だってこれ6月の旅やけ。ほら、九州、韓国、沖縄、台湾、これやろ。めっちゃぴったりじゃん。うん、冷静。うっさ、うっさ、自分うっさってなった。めっちゃぴったり。ん、15万から85万6千円なんだが、うん、どうした。85万円はちょっと払えないかも。ん、内側客室でもいい。え、それでも30万円なんだが。10日間で30万円しか使えないよ。ダイヤモンドプリンセス横浜発、海側でも33万4千円だ。40万円ぐらいのプランがいいよね。もうお金もっと使わせてよ。もっと高いやつにしてください。お金持ち、なんで。海側バルコニー前方後方、前方後円墳、南国リゾート、沖縄台湾クルーズ10日間、51万円があるよ。どうする、これにする。51万円出す。どうする、どうする。確かにこの家を開けてる間に、家の お掃除してもらう。横浜までタクシーで行くしかない。前方後円墳で行く。39万円か。ひーさんいいね、ありがとう。やばいっす、とんでもないっす。横浜まで、じゃあ広島から横浜まで新幹線何円か。1万8000円かな。1万8050円だね。マジか、船食費込み。じゃあもうゾゾタウンするしかないか、船の中で。あー、ウケる。当然グリーン車。マジみんなお金の使い方上手だね。上手とかそれもないか。どうする、39万円の、40万円のやつか、51万円のやつに、どうする。どっちも綺麗そうよ、ガチ。海見えるし。ちょっと部屋見るか、部屋の広さ。でも一人じゃんこれ。私一人で行くつもりよ。1名様よ。おお、プールついてるじゃん。どうする、私51万円使う。だって何、ベッド2つあるよ。いらないよ。てかなんで私こんなめっちゃ真剣に考えてんの。旅行用のカメラ買っとく。じゃあもう51万円出すよ。だってそれでも全泊にする。広島からこの横浜全泊ね。全泊にしよう。いや全泊じゃなくてもいいか別に。横浜中華街でなんか食べる。
横浜ホテル。もう全泊にしよう。とりあえずグリーン車、グリーン車ね。1850円。グリーン車26000円だ。26000円だって。いいのか工藤。宿泊料金ホテルマイステイズ広島でいい？いや横浜フカヒレ食べるしかないよね。普通にホテルは今1万円ぐらいで行きましょう。そしたら中華街、ちょっとお金使えるぐらい、30万円の部屋ならいけるよね。じゃあちょっと30万円にクラスがちょっと下がるけど、それだけど30万円の部屋で行きましょう。私たち39万6千円の部屋でも、これでも海側客室だから。横浜中華街フカヒレも食べるとして2万円食べよ。よし2万円食べようぜ。そしたら16日目から、でもここでもう5万円、割と16日目から26日目まで使わないといけないんでしょ。でも横浜のダイヤモンドプリンセスなんちゃらかんちゃらクルージング終わった後、私ディズニーで遊びたいな。でも私東京はお姉ちゃんお兄ちゃん家があるから、だからホテル代は浮きます。2万円食べよ。16日目から、まあいいや、それで行こう。ダイヤモンドプリンセス、なんで私こんな真剣に考えてんの。横浜発着海側客室、オッケー、南国リゾート。何こんな真剣に考えてんのよ。10日間、同じこと真剣に考えてんの、やばい。横浜市民ですか。いやマジで、いや新婚旅行の気分マジ。私と同じ生活するんだったら200万円あったらできますよ1ヶ月。新婚旅行ですか。10日間でしょ、だから26日目まで。やばすぎー。はい、今のところこうなりました。やばいやばい。はい、もう10日間私は失踪しますね。もう39万円を払ってどこかの海を漂っています。もう100万円分楽しんでる、やばい。またねみんな。沖縄です。キューバとかしたい。わかる、アリさんハートあるよ。やばい、超楽しみになってきた。絶対これはやら、これ達成する日は来ないくせに。
いや来る、絶対来るよ。私よ、絶対達成するわよ。1ヶ月100万円生活。気をつけていってらっしゃい。ありがとう。じゃあ今までのお金を計算すると、横浜まずグリーン車で26,040円でしょ、ホテルに1万円でしょ、で2万円のフカヒレでしょ、中華街でしょ、で396,000円は45万円使ってる。つまり45万足す、やばいって、超楽しいじゃん。カズさんお疲れありがとう、ハヤトさんハートありがとう、でしょ45万円、多数もうだって16日間で45万円ですよ。今ねめっちゃお金使ってるから、私もうね26日目まで来てるから、やばいって。多数、え、もうねめっちゃ来てるよ。うん、35万2588、あと20万円。道のりが長い。16日目から26日目でしょ、じゃあ27日目から27日目からあと20万円ある。え、ねえ、26日目から考えるのか、またあと20万、あと4日で26789101、あと割とある。26日目、もうディズニーランド行こう、もうディズニーランド行こう。はい、横浜から舞浜ね。740円だと。船に乗るならドレスコードある日もあるので衣装必要。マジで？じゃあとりあえずあのこのパルコで5万円分の中に入れとくわ、そのやつ。ちょっとやばいな。もうさ、もう何が何だか分かんなくなっちゃうね。楽しいね。移動740円、ディズニーのチケット代は、そうしよう。何円なの、19,000円ね。 OK、もう19,000円が可愛く見えてくるよ。もうやばいね、超面白いじゃん。81万円、もう使えないよ。この企画に至ったきっかけはね、え、なんか休みがあったら何したいかみたいなそういう話から始まった。小人さんありがとう、ピカピカ。リュウちゃんもありがとう。ママディズニーのお土産はいる？ママとりあえずダイヤモンドプリンセス号乗るね。お土産はそうね、
そう。お土産1万円カチューシャ代。カチューシャ何円？もうカチューシャの値段笑ってるやん。何1700円だと？2000円ね、オッケー。2000円でフィックスですか？南国さん、808さん、ありがとう。ご飯はもう1万円企画を勝手にやりますか？いや、まあいいか、ご飯代。ご飯何円ぐらい使うの？ディズニーって。お土産は1万円ね。もう寒中車何円とか笑いが出てくるよね面白い。ディズニー食事代いくら？ポップコーンもう1万円ね。100万プランナー駆動え、私さ、じゃあ平成間違えた、平成じゃないわ、2024年度の特技は100万円の上手な使い方、100万円プランナー。コースとかなら1万いく？もういいね。ポップコーンとポップコーンチュロス。そしたら東京に、ちょっと東京の家に行きますねえ。ママがハワイのディズニーでダッフィーの友達のカメさん買ってきてって言ってきた。ねえママ、これ東京なんだ。ママ、ダッフィーの友達のカメさん、あれかわいいよね。ママ、これ東京なんだ。もうめっちゃ面白いじゃん。勝手に。じゃあもういいよ、東京からハワイ。そしたらもう20万円じゃ足りないよ。ママ、今からあと6日で20万円使うのは足りないよ。5日で20万円足りる？ハワイ。じゃあもうハワイのディズニー行こう。いや足りないよね。オルメル、オルメル、カメさん、オルメルって名前なのか。あの子さ、耳とかも何もついてなくてさ、丸くて可愛いよね。私一番好きかも。ちょっと無謀か、20万円でハワイのディズニーは。東京の家に宿泊0円円安で高いか。じゃあ次の100万円企画はそれにしよう。本当だよ。もう無理だって、使えないよ。816でしょ今。あ、本当。C は行かないの。ちょっともうどうでもよくなってきた。C 行く？じゃあ C 行く？やばい、ワスチメール。じゃあ C 行こう。次27日目ディズニーシーにしましょう。はい、
ディズニーシー行こう。100万円企画の計画超むずい。1万900円。オッケー、じゃあ1万900円ね。もう少し高いなりそうだね。真剣にこれ考えてるよ。じゃあもう兄んち泊まります。はい、0円。はい、兄姉んち泊まって同じ1日。え、でも割とここでちょっと使っているのでは。816からカチューシャ2000円足す1万円のご飯足すお土産代足す、またディズニーシー行きます。2000円足す1万円足す1万円は87万。はい、やばい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 、ラストスパートだ。やばい、ラストスパート、やばいやばいやばい。上手になってきたよ。え、これ帰り寄れる？いやマジさ、大人が真剣に真面目にこのさ企画考えてんのガチで面白いじゃん。あと13万円。じゃあ東京のかき氷、28日目は東京のかき氷、28日目はお休みね。じゃあ兄姉と回らない寿司に行こう。東京のかき氷2000円ね。それな、兄やね、もう宿泊0円、マジじわじわ来る。ユニバも京都もまで寄れる。何、兄やねと高級寿司行ったら何円使う。3万円、1人1万円のコースとしたら3万円。でも私の兄やねは多分大好きなんだよ、お酒飲むの。5万円だね。やばい、一気になくなっちゃう。その場合はいる、マジで。5万円にしました。10万、死ぬよ。銀座と3人でオッケー、よし、5万円にしよう。5万円にしとこ一旦。はい、5万円。落ち着いてみんな、これ以上もうギリギリなんだよ。カツカツです。92万円、やばい。待って、お休みメールの時間。
これのカツカツじゃないじゃん。ちょっとお休みメール送るわ。今日さ5通目送ってなかったね。だから57送るね今から。やばいよ、カツカツです。新幹線代はだから2万円だね。でも1万円で大阪まで行ってユニバで遊んで、ちょっとカチューシャはカチューシャ代ケチるケチるね。高一さんありがとう。月末感出てきたね。月末感やばいね。ハルルンさんバラありがとう。やば、羽田から飛行機で帰ればママユニバに寄りたい気がしてきたんだよね。ちょっと行きはグリーン車、帰りは普通車で。ちょっとさほらパパインゴ、メールだよ8083。もうハワイ無理だね。行きはグリーン、帰り普通。何い、イボイボ、何なんて読む、伊勢丹伊勢丹なんて読むんそれ。あーちょっと楽しくなってきた。ちょっとバランスが悪くなってきましたね。痛みか、スノーハートありがとう。やばい、次の月お役目いけますか。もう多分体力と余ってないんじゃない。
はい、戻ってきたよ。谷尾さんピカピカ、ジャックさんハート、ユニーメタルさんピカピカ。お土産代薄い、嘘、1万円ない。里友さんありがとう、1万円分は買ってるよ毎回お土産。ひひさんファイトありがとう。どうするどうする、29日目、大阪大阪、やっぱり回る寿司に変えてもらおう。受ける。808さんだるまありがとう。29日目、もうユニバね。29日目はユニバ。てか明日も早起きじゃん。浅草で天ぷらかすき焼き食べて帰る。アーリー今半すき焼きね。串カツ食べるお金ある？確かにお土産やばいよ。キャリーケースどんだけ。キハさんハートありがとう。あーもう無理よ、もう使えない、もうお金使えない。ほらやっぱココイチさ、もう使わん方が良かったんじゃないの。ココイチ、ココイチトッピング減らすしかない。面白しっかり90万円、塩分疲れてるんだけど。はい、じゃあ大阪へ移動ね。東京駅から大阪まで調べて。新幹線。13,870円ね。ユニバ入園。もうなえとるやん、疲れとる。ムービングさんありがとう。キューさんありがとう。それな、しっかりだって値段調べてるから。チケット値段いくら？9800円ね。どうする？グリーン車やめたらまだいけるよね。どうする？カチューシャはケチる？もう9800円が大金に思えてきた。やばい。カチューシャケチる？食事もケチる？お土産もケチる？どうする？お土産だけ買って帰ろ。ご飯は だってもう使えないよ。そんな普通車に乗ってきたでしょ。でもう94万円使ってるもん。追加貸してあげよう。かける、やばいよ。あと残り
5万4000円しか使えない。やばいよ。あと29日目、30日目と31日目をもう Uber Eats だけで過ごすなら、全然自炊とかもやし生活とかになるならもうそれでいいよ。じゃあカチューシャも2000円と考えるね。カチューシャ食事1万円ね。食事お土産ね。やばい使っちゃう。はい、2000円足す1万円足す1万円は906,768円。そしたらうまくいきそうだよ。じゃあもう新幹線で広島へ帰ります。もうお泊まりしません。じゃあ大阪でかき氷、もうそしたら2日目になっちゃうじゃん。2日目行く？96万円でしょ。まだ3万2000円使えるもん。1万円で宿泊する？1万円で宿泊するよ。じゃあ1万円宿泊。やばいよ死ぬ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 。やばい、大阪の友達の家とかないもん。やばい宿泊。やばい1万円使った。やばい、あ残り2200円。やばい22000円。1万円はいけるいけるいける。6月30日まで、もうちょっとこれは6月31日まであることにしよう。知らなかった、これてか6月なんだね。6月31日まであることにしよう。ちょっと待って、大阪の水族館行きたい。海海遊館、はっリエ親戚の家に、親戚の家に宿泊なら3万2000円。ママがそうやん。そうやん。うわよかった、カツカツも流れた。はぁすー、マジ人生ゲーム、マジで人生ゲーム。入場料は27000円。海遊館ね。生き延びた。あ、2700円。
7,700円。リアルで実践できないよ。7月1日普通に公演ありそう。やばいね。もう松成さんピカピカありがとう。やばいよ。つらちさんゴミゴミ頑張った、ありがとう。まだだよ、まだ3,000円使えるもん。じゃあたこ焼きね。じゃあ大阪のかき氷ね。2000円です。たこ焼き。大阪って何がある？ママお土産は何がいい？特に大丈夫？残りまだあるよ。この企画アマプラで見たいわ。ウケる。やばいね。100万円いただいたらセルフで撮るよ。551のママも豚まんつってる。551豚まん何円？340円。240円なら2人で はい。うわー、じゃあ4個。ママと240円でしょ。960円。リクロおじさんね。リクおじのチーズケーキは965円ね。クグルのたこ焼きは8個入り。8個入り690円。赤服、ママが赤服って。ぬるなりさんピカピカありがとう。赤服何円？赤服8個入り。12個入りにする？いやー甘すぎて食べられないよ。ゆうさんタコ、マスノリさん勇気ピカピカありがとう。やばいんじゃない？大丈夫でしょ。大阪で何円使ってるか。めっちゃいいよ、良心的。8,905円。
車で帰れるよ。でも帰らんとこ。え、割と浮きましたよ。まだなんかできそうだけど。今何円？96,099。もちもちやばい、もう桁が違う。今97,700円。あと23,000円。グリーン車で帰る？16,620円で帰れるよ。最終日マッサージ行く。そうしよう。やばいじゃん、もやし生活にならなかったよ。やりたいけど、ちょっと普通車にします。指定席ね、一応帰れなかったら怖いから。もう自由席にしとく。もやし生活したら貯金が100増えて100万円使うの難しいよこれ。よし、クリーン車で帰ろう。ここでケチってどうすんのだ。残り8,247円だよ。マッサージ 5,000円。ヘッドスパ、ヘッドスパ行く。ヘッドスパ7,000円。もう広島帰ったよ。30日目。自由席あります。じゃあヘッドスパ行こう。ヘッドスパにする。7,000円ね。7,000円。前髪整えもあり。絶対伸びてるよね。
っかろうにさん、ありがとう。落ち着いて。ネームさんピカピカありがとう。前髪自分で切るなってなってるから、547円。何使う？ヒデさんハートありがとう。マイコルさんクッキーありがとう。え、547円何に使う？牛丼食べよう。ちょっと寂しいかもしれない。ハーゲンダッツ麻婆豆腐、じゃあ麻婆豆腐食べるね。麻婆豆腐とチョコモナカジャンボね。アイスまんじゅうにするわ。私アイスまんじゅうが好きだから。カー君、コバさんありがとう、フラさんもありがとう。うー、終わったよ、終わりました。ちょっと待って、ゴミゴミしっかり見すぎでしょ。達成感やばい。100万円使えました。1ヶ月ありがとうございました。やばい、ちょっとさ写真撮りたい。じゃあそ写真撮ったらみんなに報告するね。やばすぎー、やばすぎー。パチパチありがとうございました。うわーうわー、立派な社風が出来上がってると思うよ。はい、計算し直さないよもう。はい、まず私の空想の1ヶ月100万円生活を考えてみました。やばすぎー。はい、まず1日目は高級寿司で1万円使います。高級なお寿司屋さん行きます。ハヤトくんありがとう、ハート。そしたら 2日目からは韓国旅行に2泊3日行きます。2泊3日前、移動ホテル代4万円、美容医療受けたいので2万円、食事3万円、お土産に2万円という感じで。そしたら6日目は旅の疲れを取るためにお休みです。初日遅起き、うん、めっちゃ遅起き。家でアサイーボールをウーバーイーツします。2000円。そしたら7日目は夢のココイチカレー全トッピングパーティー1万1000円します。そしたら8日目はお洋服のお買い物アットパルコで5万円分のお洋服を買います。その時にあの旅の後半で出てくるクルージングのドレスも買います。そしたら9日目からは北海道旅行に行きます。2泊3日で移動ホテル代は5万1900円でした。6月、それ海鮮丼と3000円、ジンギスカン5000円、スープカレー2000円、札幌味噌ラーメン1000円、ママへのお土産は赤いサイロ2箱で3408円。よいちさんピカピカありがとう。で五稜郭タワー1000円、北海道日帰りツアー、旭山動物園
豊田美瑛白金青い池、これでなんかもう9900円のなんかツアーがあるので、これ11日目にして26万208円を使いました。フラノか、ありがとう。シルバーさん、ヨイチさん、ありがとうございます。マスノリさん、ありがとう。ココイチやばいね。ココイチでここで使うか。北海道旅行で7万7000円使いました。そしたら、はい、広島に帰ってきた12日目はお休み。氷や雪帽子でかき氷1500円とほの湯に行って880円使います。そしたら13日目に激高美容院で3万円使いたいと思います。そしてネイル1万円、まつげパーマ1万円ということで、12日目はピラティス1万円、パーソナルジム1万円、エステ2万円、めっちゃ美容デーで美容だけでも9万円使ってみます。そしたら15日目は次の日からのクルージングの旅に向けた全泊に行きます。はやとか音符ありがとう。はい、広島から横浜まで新幹線グリーン車を使いまして26,040円です。ホテルはまあ1万円で、中華街に行ってフカヒレも食べるので2万円、こうした方がいい。そしたら16日目からはダイヤモンドプリンセス横浜発着海側客室南国リゾート沖縄台湾クルーズ10日間をで、10日間、あの10日間あの海に漂っていきます。それが海側を選んだので本当は50万円のやつもあったんですけど、39万6千円のお部屋にしました。で、そしたら26日目はディズニーランドに移動します。横浜から舞浜まで740円だって。で、チケットは1万9000円です。この時点でもう81万6000円使ってます。81万6268円。ユノピーさんピカピカありがとう。え、26日目はディズニーでカチューシャ2000円、ご飯1万円、お土産1万円です。で、東京の家に宿泊0円です。兄の家ね。で、27日目はディズニーシーに行きます。チケット1万900円、カチューシャ2000円、食事1万円、お土産1万円。で、東京の家に宿泊0円です。え、人綺麗、嬉しい。そしたらもうこの時点で87万1168円使ってます。そしたら28日目はちょっとお休みです。そしたら東京のかき氷2000円と、あ、そう、北海道ママへのお土産あるのよ。で、兄姉と高級寿司に行って5万円使います。そしたら92万3168円になっちゃいました。ちゃんといろんなところでお土産買ってて優しい。それ1万円分ちゃんと買ってるよ。そしたら29日目、大阪に行きます。新幹線も普通車ちょっとやばいと思って、92万はやばい、カツカツ普通車1万3870円で、ユニバに行きます。入園料9800円、カチューシャ2000円、食事1万、お土産1万で、もうこの時点で96万8768円使ってます。やばいってなって、で29日目、これは親戚の家に宿泊します。そう、ドレスコードあるから、それをパルコでも買うの5万円。親戚の家でまさかの0円になりました。安静安静。30日目は大阪で海遊館に行きます。え、本当にこれ計算合っとるってぐらい、そう、2日目、大阪2日目大丈夫だった。大阪ね、海遊館2700円、大阪のかき氷2000円で、ママと私にお土産を買います。551の豚まん4個、960円、陸王寺のチーズケーキ965円、くくろのたこ焼き2個、1380円、赤福8個入り900円。これテレビで放送してほしい、ウケるんだけど。ジブリパークにもやってほしかった。もう予算でいけないよ。そしたらこの大阪旅で8905円使うので97万7673円使います。そしたら広島へ帰ります。新幹線もうここはもうグリーン車使います。14,080円。そしたら、はい、最終日31日目、大阪赤福売ってるよ。
ヘッドスパに行きます。7000円使います。前髪が伸びてきたと思うので700円前髪カットして、残りの547円で麻婆豆腐とアイスまんじゅうを買って1ヶ月100万円生活完です。やばすぎる。ありがとうございました。見守ってくださりありがとうございました。あーやりきったわ私。ゴミゴミいいね、ありがとう。やりきったよ。ほの湯だったんかい。ほの湯880円。見守ってたよ、ありがとう。うー柴さんお疲れ、ありがとう。1ヶ月で100万円使えたよ。ハマンさんピカピカありがとう。多分ね、多分クルージングの100万円クルージングの10日間絶対飽きてる気がする。うわー、正則さんありがとう。ハート己の責務マジ全うした。ハマンさんピカピカありがとう。佐藤のんすけさんお疲れありがとう。前髪カットは700円だよ。成田のしんち偉い、ありがとう。700円でカットしてもらってるよ私、毎日毎回毎回。でも結構うまくいったね。なかなかやるのでは。我が100万円に一遍の悔いなし。うわー使えた。さとしハートありがとうやで。ゴミゴミブラボーありがとうやで。いやーやりましたね、私たちついにやりましたね。やりましたわ。もう3ヶ月とか多分引きこもりになれるレベルでさ旅に出てるよ。やばすぎ。ママに写真送ろう。うわーやりきったわ。絶対これツイートしてやろう。でどっかのテレビの企画さん、企画の人にこれあなたの夢を叶えてあげます。のんちゃんピカピカありがとう。あーちょっとやりきったわ。ママがじゃあクルージングやめてヨーロッパにする。いや沖縄と台湾行きたいけこれにするわ。ママ次の100万円企画はヨーロッパにしよう。ふう。ああ早くも第2弾行くんかい。ちょっと楽しくない？私もニヤニヤした。これ本当にいつか実現したいね。とりあえずでもさ、例えば最初の3日間でもいいからさ、高級寿司してで韓国旅行行ってアサイーボールウーバーしてココイチのカレー全トッピングパーティーまででもいいから、メンバーと1週間100万円生活しようよ。ちょっとこのさ大金はたきたいそのさなんか欲望叶えよう生活さ、いつかガチでさ、これもうさあれレギュラー企画にしようね。私たちの妄想を働かせる楽しい、あー超楽しかった。めっちゃ達成感やばいよね。とりあえず私たち100万円使ったよ。楽しかった。これガチで100万円、クラウドファンディングする、ダイヤモンドプリンセス配信するね。僕らの妄想力無限だね。やりました。みんなガチありがとう。これ本当に私の100万円企画付き合ってくれて達成感。これ後でツイートするからよろしく。リコチとお利口さんの空想生活やばいね。おかずにできるけど確かになんか全トッピングなんかおかずみたいな感じになってたよね。おっとっとさんありがとう。あー楽しかったわ。ちょっとまたこれしようよ。これも定期開催しよう。ガチで楽しい。これ
クラウドファウンディング、じゃあハッシュタグ工藤織子の空想1万空想工藤織子が1ヶ月100万円空想の1ヶ月100万円生活本気で考えてみたら、ハッシュタグこれでいくからね、空想の1ヶ月100万円生活本気で考えてみたら、ハッシュタグ工藤織子の1ヶ月100万円生活本気で考えてみたら、これにしよう。いやすごい、空想の入れといた方がいいかな、ちょっとなんか叩かれそう。大丈夫、これで炎上したらし私もう何もできないじゃん。ハッシュタグ工藤織子の1ヶ月100万円生活本気で考えてみたらしよう。楽しい、アニメありそうだね、楽しい。これをじゃあ私がほらさ卒業した後の卒業旅行はさ1ヶ月100万円の旅行に出るから頑張って、私食べるな空想に、そうね、工藤織子が空想の1ヶ月100万円生活本気で考えてみたら、これにしよう、それにしよう。空想の入れる、入れなくてもいい、入れなくても大丈夫だよね、さすがに空想ってわかるよね。工藤織子の1ヶ月100万円生活本気で考えてみたら、はあ楽しすぎる、頑張ろう、みんなも一緒に一緒に100万円叶えよう。これ6人が1万円出せばワンちゃんやばいで、やりきったねー、ベルリンさんありがとう、楽しかった、とにかく楽しかったね、はあ疲れたよ、100万円使うの難しいね、このでも見てこの企画のスケッチブック、これなの、ベルリンさんありがとう、よしじゃあこれでいこう、でもうこんな時間、明日やばいよ、明日何時、私何時に出発しよう、明日はじゃあ明日のスケジュールを考えて終わりましょう。しぐれさん、マライカさん、明日もあれだ、スニーカーだ、ちょっと楽しくなってきた、達成感で、マジママに連絡しておいた方がいいね、そうショールームのスケッチブック、嬉しい、これ夢が詰まってるよ、楽しすぎるわ、100万円ってこんな感じなんだろうね、明日はとりあえず夕方に起きるじゃろ、やばいよ、もう一日終わり、はるるんさん、スノーありがとう、いやー楽しい、でもね移動費とか全部計算してないんよ、それがねちょっと、そこだけがやばいです、歩いて、まあ、40分かかるとして、1時間配信していくから、私は絶対家出る前に、じゃあ明日7時40分配信、眠くないの、多分このあと明日の朝ってなるんだと思う、明日の昼ってなってるんだと思う、移動時間ね、確かにグリーン車、これでいきましょう、7時40分に配信しましょう。
1時間配信して9時20分2枚到着できるかな、頑張って。これでいきましょう。明日の朝が多分やばい。じゃあ明日7時20分に起きます。じゃあ7時40分にまた集合しようね。楽しいじゃん。仕事前の体操の時間受けるんだけど、よろしく。受けるんだけど、はあ、わあ、楽しかったねみんな。パチ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 。ジェリーさんハートありがとう。とりあえずよろしく。明日の朝早起きはやりきったわ。やりきりましたな。よし、じゃあ皆さん私の空想の1ヶ月100万円生活お付き合いいただきありがとうございます。え、マジで楽しかったね。ん、健康警察出動。健康警察出動。マルルから。長っぺさんパチパチありがとう。次回も一緒に考えよう。旅行はやっぱ計画が楽しいのかもね。ありがとうございました。じゃあ皆さん今夜も健やかに眠りましょうね。じゃあ39位から、本当に夢の中で300円生活、やばいな、100万円生活してる夢みたい。ヤマピーさん、セイジさん、キハさん、ナベさん、ユウさん、ハーくん、マサさん、ヒデさん、ボテさん、サツトモさん、シバさん、ハンターさん、ムービングさん、勇者さん、ソニチ、トリガーさん、48さん、ハルルンさん、マイコルさん、ヒヒさん、ソフさん、サンソンさん、タニオさん、フォーユーさん、渡辺さん、サンパチさん、ボヤッキーさん、カエルさん、カズさん、ユートン、スノー、コバさん、コビトさん、そして本日の秋元先生枠は、長っぺ先生です。ありがとうございます。おへそさん、808さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ、第3位は、ニックさんでした。ニック2423、ありがとうございました。ありがとう。第2位は、バリーさんでした。バリーさん、ありがとうございました。そして第1位は燃えるゴミゴミな人でした。燃えるゴミゴミな人初めて1位、ありがとう、ありがとうございました。ハルルンさんお疲れありがとう。え、夢が広がりすぎて楽しかった。バリーさんお疲れありがとう。カズさんありがとう、ありがとうね。みんなもぜひ次回の100万円生活までにちょっとアイデア貯めといてください。よろしくね。お、初1位ありがとうね。わー楽しかった、本当に楽しかった。皆さん本当にありがとうございました。本当10日間お休みいただいたらクルージング行きたくなった。それ見てバリーさん応援してる、ありがとう。じゃあまた明日、皆さん明日朝7時40分に会いましょう。じゃあ今夜も健やかに眠りましょう。それではいきますよ。ハヤトさんハートありがとう。せーの、えいえい、おーやすちー、みんな健やかに。やばい、超楽しみになってきたね。健やかに、また明日。ハヤトさんありがとう。じゃあね、おやすち。楽しかった、やばいね、超楽しかった。夢のクルージングに行ってきます。じゃあね、またね。